皆さんこんにちは、ミジャーです。全国40カ所鉄道を巡る旅の第13弾ということで、今回は矢上鉄道についてお届けいたします。今もうすでに会津高原お出口にいます。前回会津鉄道編からそのまま乗ってる列車がですね、このお出口駅を通過しまして、矢上鉄道へと入っていきます。初心者レッスン。矢上鉄道は栃木県日光市北部から福島県南会津町までを結ぶ第三セクター鉄道です。新藤原駅から会津高原尾瀬口駅までの約 30.7km を結ぶ路線で、この区間の路線名を会津鬼怒川線、通称ホットスパラインと呼んでいます。同路線は明治時代にはすでに構想があったものの、実際に工事が進められたのは昭和41年5月になってからのこと。日本鉄道建設公団により建設が進められていました。ところが昭和55年12月、国鉄再建法にて工事が凍結。すでに大部分の工事が完了していながら、幻の路線になりかけました。しかし、地方自治体と民間企業が一体となる第三セクター方式での運営が決まり、昭和56年7月28日に矢上鉄道株式会社が設立。そして昭和61年10月9日、新藤原駅から会津高原尾瀬口駅までの路線が開業となりました。ちなみに当初は非電化の路線でディーゼル車を利用する予定でしたが、東武鉄道の後押しもあり、第三セクターとしては異例の電化路線として開業されることとなりました。ほとんどの列車が会津鉄道の田島駅や東武鉄道の鬼怒川温泉駅まで直通運転をしています。そんな矢上鉄道の鉄印の基調ができる駅は始発駅でもある新藤原駅のみ、同駅窓口営業時間の午前6時から午後9時までに訪れる必要があります。でですね、この矢上鉄道編なんですけれども、前回ですね、鉄印帳を買いに行くそれだけのために上げた動画があると思うんですけども、まあ、その時すでに鉄印はもらってはいるんですけども、この矢上鉄道には載ってなかったので、今回改めて矢上鉄道について紹介しようと思います。では行ってみましょう。私だけです。このまままた新藤原駅へ再び行こうと思います。前回の会津鉄道編のラストでたどり着いた会津高原尾瀬口駅、列車はそのまま駅を出発し、矢上鉄道会津鬼怒川線へと入っていきます。会津鉄道では晴れ間が広がっていましたが、矢上鉄道の最初のトンネルを抜けると、窓ガラスが曇ってきました。雨で湿度が高いようです。トンネルを抜けて一気に窓ガラスが曇りました。そして外は雨が降ってる模様。愛知の時は晴れてたのにまた雨が降ってきましたね。トンネルをくぐっただけで天気が急変。山間部は天気が変わりやすいといえども不思議な感覚になってきます。雨で煙る林間を列車はどんどん南下し続けていきます。中身寄温泉駅で反対列車行き違いの待ち合わせをします。
この会津マウントエクスプレスは東武鉄道の鬼怒川温泉駅から夜間鉄道会津鉄道を越えて一気に JR 会津若松駅に向かう列車。複数の鉄道会社をまたがって運転する珍しい運行形態をとっています。いくつものトンネル、橋梁を越えて列車は突き進んでいきます。そして中にはこんな駅も。トンネルの中の駅、山間部を走り抜ける鉄道ならではの駅です。なんとも雨の山間部をくぐり抜けていき、そして次は終点の新藤原駅です。新藤原駅に到着です。ここで降ります。鉄印帳を入手したときにすでにもう鉄印はもらってはいるんですけども、今回道をもらったら場所かね。はい、ありがとうございます。じゃあここ鉄印って記帳できます？はい、2枚目もらうことか。このように鉄印帳なしでももらうことはできるんですけど、その場合割印がつかないので注意が必要です。ちなみに緑の鳥のキャラクターはヤガピーという夜間鉄道のイメージキャラクター。2012年の一般公募で命名されました。夜間鉄道の会社名と鳥の鳴き声が名前の由来となっています。山間部の閑散とした町にある駅ですが、夜間鉄道の本社も隣接している拠点とも言うべき駅。ちなみに駅開業当初は藤原という地名にあることから藤原駅と命名されていましたが、大正11年に現在の場所に移設され、新藤原駅と改称されました。ところで皆さん覚えていますでしょうか。第0弾の鉄印帳入手編にて鉄印帳入手時の感想を伝えようとしたものの、録音に失敗して出来の悪いアフレコにしてしまったことを。この時のモヤモヤな気分がまだ残っていたので、リベンジすることに。はい、というわけで無事ゲットできました。鉄印帳でございますね。思ったよりすごい失敗した作りですね。うん、この一冊を入手するのにどんだけ苦労するんだって話ですけどね。わざわざ成田からここまでこの一冊を食べたけに来てるんですね。で、夜間鉄道乗車記念ということで乗車しないんですけど、まあ、これからですが、本当だったら、夜間鉄道で乗っていきたいんですけども、もうちょっとこれから成田に戻らないといけないんですね。仕事を成田で仕事中なもんですから。というわけでこれから、そのまま東武線に乗って南下していきたいと思います。
せっかくなのでちょっと竜王橋って駅気になるので行ってみましょうかね。このまま夜間鉄道の旅を終えるのももったいないので一つ前の竜王橋駅に行ってみることにしました。列車の運行本数は少なめですので散策も兼ねて徒歩で行ってみることに。山間部のことだけあって道中の景色も悪くはありません。地図で見ると大した距離じゃないかなと一瞬思ったんですけど割とありますね。まあでも大阪道登っていったらもうすぐのはずなんですけど、あれですね、竜王橋のパーキングのマーク、あの竜王橋のパーキングのところがこのまま竜王橋の駅の近くか。いやでもすごいところだ。会津の時はせっかく晴れてたのに残念だなと思ってたんですけど、これはこれでいいものがありますね。雨の日は雨の日なりの美しい景色というものがある。そう思わずにはいられない雄大さです。お、もうこの辺ですかね。竜王橋のパーキングです。ようやく竜王橋パーキングに到着。いろいろなお店が立ち並んでおり、北側の方に竜王橋駅があります。ここで入場券を購入しホームへと向かいます。竜王橋駅はその名の通り峡谷部にある駅。両隣がトンネルです。両端をトンネルに挟まれホーム脇に川が流れる文明と大自然が融合したような駅です。そんな駅に東武特急リバティの近未来的なデザインの列車が停車するというある種のミスマッチ感。しかしこのミスマッチ感こそこの駅ならではの醍醐味とも言えるでしょう。霧風を吐き出しながら森のトンネルの奥から現れる近未来的電車。このアンバランスな鉄道風景こそ夜間鉄道の魅力の一つです。そして再び徒歩で新藤原駅へと戻り、夜間鉄道の旅は幕を下ろします。はい、というわけで全国40カ所鉄道を巡る旅の第13弾夜間鉄道編はここまでです。また次回お会いしましょう。じゃね。鉄道を巡る旅シリーズ次回第14回目は信濃鉄道編、3月上旬頃お届けの予定です。どうぞお楽しみに。